ダイヤモンドゴーレムうっちゃうちゃ、果たして100体に勝てるのか。ウィザーとダイヤモンドゴーレムも戦わせてみたよ。皆さんどうもコンコンチドイヒーです。今日はガタイでっかいおじさんモッドをやってくよ。ゴーレムモッドね。前回ズタボロになっちゃった闘技場、先生直してね。なんで先生がだよ、仕方なくやりますか。それでこそみんなの先生。それじゃあ10秒でお願いします。魔法使いじゃないんだから無理だよ。むにゃむにゃ早くしてね。寝ないで見といてよ。そして作業終わったよ。あと5時間寝かせてよ。どんだけ寝る気だよ。仕方ないからやってくか。それでは今日はダイヤモンドゴーレムを100体作っていくぞ。何のためにそんなに作るんだ。当然100体と戦うに決まってるでしょう。また変なこと考えてるな。そういえばコメントで頑張んでもゴーレムできるって言ってたよね。こいつはめちゃくちゃ強いんじゃない。あれできなかった、バージョンが古いからできないのかもね。それじゃあ頑張って100体作っていこう。徹夜で頑張るぞ。そんなに時間かからんでしょう。必死に作りまくってるふう。よいしょよいしょよいしょ。そして気づけば夜になっちゃった。やっぱり徹夜だ。マイクラの世界での徹夜ってことだったのね。これで100体できました。ものすごい量だな。まずはスッポンポンで戦いに行ってみよう。えスッポンポン、どこでスッポンポン祭りだ。スッポンスッポンでスッポンポン、はい、スッポンスッポンでスッポンポン、はい、スポンスポポポポンスポポンポンスポポンって無理やり歌わなくていいから。それじゃあ全員倒してやる。いくぞーって秒殺秒殺すぎてオジピジパー一撃かよ。あんなに強いと思わなかった。だけど僕は諦めずにガンガン行くぞ。さすがにこれは無理でしょう。諦めてどうすんだよ。やっぱり諦める。これこそ倒し終わるまでに徹夜だよ。ならばダイヤにはダイヤ、ダイヤの装備で勝ってやる。会心の一撃を食らえ。すごい攻撃力許してくださいよ。強すぎちゃっておじぴじぱー。もう一度挑戦してみたけどダメでした。こうなったら牛太郎30体敵を取ってくれ。ものすごい戦いになりそうだね。壁壊しきる前にどんどん戦い始まった。ラビッチャーがガンガン打ち上げられちゃってるね。牛太郎をもってしてもダメなのか。牛太郎というかただの牛みたいにどんどんやられていく。圧倒的な力の差だね。どんどんダイヤモンドゴーレムが攻め込んでいって、気づけば牛太郎残り少し、あっという間に終わっちゃいました。こんなのダイヤの装備しても勝てないね。じゃあウィザーだったらどうなるのか。みんな一気に群がってゆく。まだ始まってもいないのに血の気が多いな。そしてウィザー登場。一気に大爆発だけど全然効いてないのか。というか一方的に攻撃されちゃってるよ。ゴーレムの攻撃届かないのか。思ってた結果と違ってあじびじばー。とりあえず地下闘技場でウィザーとダイヤモンドゴーレムどっちが強いのかやってみよう。あのままでは終われないもんね。果たしてどっちが強いのか。一気にウィザーの方から向かっていった。狭いからダイヤモンドゴーレムも必死にバンザイ。バンザイしてるわけじゃないけどね。だけど上に逃げられちゃうと届かないか。だけど必死に手を伸ばす。ウィザーも携帯変えて襲ってきた。果たしてどうなる。勝ったのはダイヤモンド太郎だ。ダイヤモンド太郎からしたらウィザーなんて余裕のよっちゃん89歳。よっちゃん年寄り。というわけでダイヤモンド太郎めちゃくちゃ強かった。また今度いろんな戦いやってみよう。それではまたお会いいたしましょう。バイバイバイ。パンパラピー。チャッ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 チャンネル登録よろしく。